リの家。エリはきっと僕のことを知らないと思うから、やっぱり帰ろうかな。パンチネロは自分よりもっともっと背が高いエリを見て一瞬怖くなります。パンチネロ、あ、お久しぶり。え、なんで僕のことを知っているのですか？もちろん私が君を作ったからだよ。君が来ることを今までずっとずっと待っていたんだよ。エリさんの声を聞いたパンチネロの心は不思議と温かくなりました。エリさん、私を見てください。パンチネロ、いつも私はあなたを見ているよ。私じゃなくてダメシールを見てください。そしてどうしてあのルシアはシールを一つも貼っていないのですか？エリーは微笑みながら大きな手でパンチネロを抱きかかえました。それはね、ルシアにとって他の人から褒められたりダメだと言われることは一番大切なことじゃないんだ。それよりも私に愛されて大切にされていることを知っているから、シールは必要じゃないんだ。だからパンチネロ、君も私にとってとても大事な存在なんだよ。君が星のシールが多くても少なくても私はあなたを愛しているから。これから毎日私のところに来なさい。私が君をどれくらい愛しているのか、大事にしているのかを教えてあげるよ。本当？僕もルシアのようになれると嬉しいな。